みんなこんにちは、ハテナくんだよ。ネズミって柱やコンクリート、金属、何でもかじっちゃうよね。ネズミってどうして硬いものをかじるのかな？実はネズミの前歯って死ぬまでずっとすごい速さで伸び続けるんだ。だから柔らかいものばかり食べていると歯がすり減らないからどんどん伸びていく。そして歯が伸びすぎちゃって口が閉じられなくなっちゃう。歯が伸びすぎちゃって何も食べられないよ。そう、何も食べられなくなっちゃうんだ。だから生きている限りずっと何かをかじっていなくちゃならない。特に人間の世界で暮らしているネズミは柔らかいものを食べることが多いし、栄養のたくさんある食べ物を食べられるからあまり食べなくても大丈夫。だから歯がどんどん伸びてっちゃう。それで硬いものをかじって歯が伸びすぎないようにしているんだ。今日のまとめ。ネズミは歯が伸び続けるので、いつも何かをかじっていないと歯が伸びすぎちゃって物を食べられなくなってしまう。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。